ュペア、はい、飲み物の日本にない味を紹介して、僕らパッケージからは何も想像ができない。次回は男なんだよこれ。ミスってください。もう明らかに怪しい。これもそれの、いやなんかドロッとしてるさ。米それは日本にない。ない確か飲んだことある。売ってないです。これ絶対ないやつ。ペットボトルね。私は好きなんだけどね。これが2リットル500円。500円だ。めっちゃ安い。安っ。だから韓国のね、最近の焼酎ってさ、こうやってちょっと弱くしてこの果物の味を入れて、女性もなんか飲みやすく作ってるんだって。でいろんなのがあるんだよね。ユージュ、桃、ジャモン、こういうのね、日本にあるのか。あ、これは、その聞いた話だと、うん、なんか自分の親の代とかはこういう三角パックって、あ、そう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 、ストローを刺して、そうそうそう、僕の世代はない。飲んでみる。スーパー行って、ね、日本になさそうなやつをチョイスして、1,2,3,4,5,6,7,8,9 と、あとは紙パック、あ、まあ、これはあるもんね、あるやつ。これコーヒー牛乳ですね。そうそうそう。だけどまああんまり日本に売ってない形で買いました。豊田が一番気になってるのがこれ、読めますかね、男って書いてある。これは名前はホッケ茶。ホッケ茶、うん、ホッケ茶。ホッケ茶、うん、飲んでから、まあ、口つけないで飲めるでしょ。そうやって飲みましょう。ホッケ茶、うん、ホッケ茶、そう、飲んでから。お酒の後、そうそうそう、深酔いをだと、なんかウコン、ウコンみたいな、うん、これはでも僕は好きです。どうですか、好きです。味はまあスッキリしますよね、うん、まあ、健康に良さそうな、ちょっと甘いもの食べた後でもさっと流れる、うんうん、そうだね。次はどれ行きましょう。じゃあ大ちゃんが気になるとこ、あ、これ待つ、これ、おー、じゃあ開けましょう。これはなんだったの、名前はソレヌン。昔 CM があったの、ソレーヌン。いや、わかんないけど面白い。ソレ勢いがすごい、勢いその勢いでソレーヌン、ソレーヌン、それさえ書いてるの、頭までなんていうの、スッキリする、ソレーヌン、やっぱ勢いがある。私は昔好きでした。確かに子供の時が好きだった。ちょっと変わってるんだ。あ、子供は飲まないけど、私は変わった子供だったかもしれないね。今でも変わってますけど。そう、もうなんかミントの匂いが、ミントの匂い。ああ。おじいちゃん家にあるのドアメ。発火か。ドアメ。のど飴っぽいですよね。ね、昔よく行ってた銭湯の薬膳風呂の。
それぬそれぬ僕はもうね、最初からちょっと気になってこれですよ。あー、はい、米のね、絵が描いてこれはさっきとあの、さっきのお餅と一緒に食べると銀座丼とか行くとこういうのが置いてあります。多分だから飲んだことあるかもしれないね。湿気、湿気。これはあのストロー使わない方がいい。なんか粒があるんだよ。絶対そうだよ。お酒みたいな。これちょっと俺無理だ。え、甘酒とは違うんですよ。飲んでみてよ。え、でもトヨタ意外と好きなんじゃないかな。ちょっと甘酒っぽいよね。私日本の甘酒飲んで、あ、湿気と一緒じゃんと思ったの。でもこれね、結構甘いから。あ、でも好きなんだよね。私こういうのがなんで好きなんだろう。それそれなんじゃない。ちょっとハマったんじゃないですか。CM 見てみて。次は私がやるでしょうか。何ですかそれ。これは美味しいんじゃないかな。なんかでも美味しそうなのしかもう残ってない気がするけど。これはアロエ。アロエ。これは美味しい。うん。ある？飲んだことある？あ、そうなんだ。うん、日本で飲んだことない。中学生の時よく飲んでました。あ、そうなん、紙パックであるね。500ml の紙パックでストロー、ちょっと大きめなストローでってアロエごと飲む。行きますか。それも。うん。この企画で今一番いい笑顔を見せました。うん。初めて食べる。これ何が入ってるんですか。ココナッツ。え、このつぶつぶ、うん、ココナッツゼリーが入ってます。こういうのって私あんま好きなじゃないんだよね。トヨタは好き、うん、で最後にレモンティーロンティー、こういう CM がある。最初の CM 忘れちゃった。それここは決めましょうか。トップ3をそれぞれ発表。トップ2。Okay. そして一番初で1個。Okay. 1位はダントツです。これも。それがいいの。おお。これ一番。やっぱり健康的なね。そう。もうすっきりだ、うん。正直飲もうとするとこういうの飲まないじゃん。飲まないから。うん、一口飲んだりするのは美味しいんだけれども、うん、一本自分で飲もうと思ったらやっぱ。2位は、まあ結構並んでますが、これ。おぉ。CM 狙ってんだ。それぬ。これはね、意外と癖になるっていう。一番外れ。一番外れもね、それはそれで悩んだんだけれども、これ。ああ、湿気。湿気。湿気ダメだ。何かというと甘酒が嫌いです、そもそも。あ、そうなんだ。日本で。1位これ。サイダー、 CM 来る。 CM、 それぬん。なんでもそれなし。これかな。あ、なんだろう。アロエ、ココナッツが入ってるオレンジ。それのと、それのと湿気がダメだった。でも私はまあ1年にさ、こういう味がついてるものって1年飲むかどうかに、ね、なんか普段はこういう茶ばっかり、ね、我々はね、で全くも味だけ考えると私はこれ、うん、去年も、あ、去年とか高田君と来た時はこれ出してたんだけど、ティ君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 見てるか。私は相変わらずこれです。それぬ、ね、私今これ、これよりもこれか、これシロンティ、シロンティ美味しい。
これもシンプルな味ですよね。シロンティー。